たバイクで走り出す行く先もわからんまま暗い夜の帳の先生すいませんこんな時間に春野がどこにもいなくて いえとにかく彼女が行きそうなところを探してみましょうはいんお母さんあれはおい小島なんだよおふくろまで一緒じゃねえか春菜あんたなんてことをこんな悪そうな子たちとなんで魚なんてさばいてるのうるせえな誰だって魚くらいさばいてんじゃねえかあんたそんなこと話しなさい早くそのぶりを話しなさいやめろよ何すんだよまあまあお母さん魚のことはともかくもう遅いからほら君たちも未成年だろ早く帰りなさい先生うちの子はこんな子じゃないんですきっとその悪い連中にそそのかされて魚をさばいただけなんですこいつらは関係ねえよ魚さばきたかっただけなんだよこうしてたら何もかも忘れられるだから魚さばいてんだよ春菜あんたって子はまあお母さん落ち着いて小島お前魚さばいたら本当に何もかも忘れられるのか本当は逃げてるだけじゃないのかえ実は先生もな昔はよくお前みたいに魚をさばいてたんだよやれサバだやれヒラメだって毎晩のようにさ先生マグロだって解体したことあんだぞでもなその時は嫌なこと忘れられるかもしれないけど現実と向き合う方が大事だって先生気づいたんだよ先生まあもう12時回ってるから今日は帰りなさい続きは学校でな遅くまでありがとうございます春菜あんたもお礼言いなさいありがとな先生